ぎほの綺麗なエリカにトゲはない。イエーイ。はい、皆さんこんばんは、鈴本あきほです。ディレクターさんが会場時間間違えました。イエーイ。はいということで、今年初めての鈴本あきほの綺麗なエリカにトゲはない、まあ、第14回スタートです。イエーイ。はそう、ハロウィンのバルーンがここにいます。見て、かわいいでしょ。これね、近づけすぎるとスタジオのね、向こう側がすべて映るからね、たまに退場させられますはい、そうなんです。今日はストレートヘアにしてもらいました。こう見るとだいぶやばい、机が汚い、汚いね、ごめんね、ちょっと待ってね。よいしょよいしょよいしょ。こう見るとね、だいぶ髪が伸びた気がする。だってここら辺まで一回切ったからだいぶ伸びましたね。いやー、すごい年月を感じるって言おうとしたけど、最後に髪切ったのをいつか忘れてしまったまあ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 ね、まあまあまあ、え、いい匂いするって、嬉しい。いい匂いする、ほら、あ、本当だ、いい匂いする。あ、めちゃくちゃいい匂い。いいですね。そう、赤みも結構入っててね。今、でも分かるかな、ここで。ちょっと待って、ちょっと待って。よいしょ。ほら、だいぶ赤いんですよ、こうすると。え、そのまま？そのままストップ。動くな。つやん、つやん。赤です。ほら、あ、おー、赤い赤い。前髪とか分かりやすいかも。ほら、赤いですね。赤い赤い。そう、こんな感じの髪色でだいぶね、明るくなってきて、なんか色が抜けて、そうだから結構実際生で見ると結構赤い髪をしています。はい、という分け目が助かる人もいるんですねありがとうございます。はい、ということで、じゃあ早速番組説明をします。結論、これが鈴本です。私とエリちゃんの隔月での一人生放送と、毎月の二人での生放送という月に更新スタイルです。感想はハッシュタグトゲガールバラをつけて投下してください。はい、ということで分け目もうしばらく見てない人もいるからね。そっか、分け目が見れてない人もいるのか。ちょっと恥ずかしいけど、じゃあ分け目全然好きに見てってください。はいということで、皆さん、じゃ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 ーん。やばい、じゃ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 んはにゃんちゅしか言わないかじゃじゃーんです。ちょっともう一回もう一回もう一回。皆さん、じゃじゃーん、見えますか。ここにトゲガールの今年のクリアファイルの現物を用意していただきました。めちゃくちゃ可愛いですね。こう見るといろんな思い出が蘇ってきます。何も覚えてないけどね。え、すごい素敵ですね。いやー、これもう売ってるんですよね、すずりさんですよね。おー、近っ、私が近いこちらもうね、すずりさんの方でね、こっちかすずりさんの方で購入できますので、ぜひ皆さん、ぜひぜひ入手してください。私もこれに台本入れようかな。いやー、でね、これは引きずり出しちゃっていい。お、じゃじゃじゃん、こちらにはポスターの用意もあります。こっちはね、クリアファイルと違って透け感が全くないから、ちゃんと絵柄がね、見れていいですね。飾るのに、お、やばい、ほら見て、みんなスタジオの照明見える、ほらほら、これスタジオの照明です。スタジオの照明結構ね、ピカピカに光っておりますね。あ、お、どこ行った、あ、来た皆さんに火が通っちゃうかも、これ。いやー、こんな感じになっておりますのでね、ぜひぜひ皆さん、ポスターも家に飾りたいよって人は飾ってみてください。よし、じゃあこれはどこら辺に置いとこう。やばい、ま、壊したらまたなんか言われるからな。よいしょ、クッションで、えい、おお、あセーフ見える見える、あ、画角調整しようとして、おー、あ、
はい、はい、イエーイはい、ということで天才だ、ソファーでいいって言ってる人がいる。本当だ、一番綺麗じゃんここD さんが何度も画角を調整してくれている、ありがとうございます。はい、ということでね、じゃあグッズをご紹介したところでお便りの方を早速読んでいこうかな。天才なのかもしれない、天才でしたね。はい、じゃあ早速1通目です。こちらメロンさんからです、ありがとうございます。鈴本さんごきげんよう、ごきげんよう。先日 SNS や直メなどでブルアカフェスに参加されたとおっしゃっていましたね。鈴本さんが投稿されていたビンゴ大会やイラスト展示の他にもゲームをモチーフにしたアトラクションなど現地ならではの楽しさがたくさんあったかと思います。もしよろしければその楽しかった思い出を少しお裾分けしていただけないでしょうか。また以前直目で挙げられていたカウンアコさんのメモロビのお話も少し聞きたいですありがとうございます。何ですか皆さん、バニバニしてきたって。いやでもそうそうなんです、スミセリナ役で出演させていただいているブルーアーカイブのね、お祭り、お祭りというかイベント、ブルーアカフェスの方にね、私もね遊びに行ってまいりました。超楽しかったです。なんか X にね、バニーの投稿とね、行ってきましたっていう投稿をしたんですけど、いやすごいね、なんかめちゃめちゃ楽しかった。本当に一つのもうテーマパークっていう感じだったからすごいね楽しくて、私はだいたい3時間ぐらい、本当は本当にもうね、なんか書き下ろしのイラストとかこう写真撮ってもうさささっとなんか帰るぐらいになるのかなって思ってたんですけど、結構3時間ぐらいしっかり楽しんじゃった。まず着いてからなんだっけ、普通にバルーンとかを見て回って3時間バニーが歩いてたんじゃないからスケベすぎるでしょそんなんじゃないですよ、やめてください。違います違います、そうそうそう、普通にバルーンとか見て回って書き下ろしイラストとかパネルとかの写真を撮って、そうね、公式のレイヤーさんとかもいたりとか、アロナちゃんのなんていうの、ぬいぐるみじゃない、着ぐるみとかが歩いてるのも写真撮れたし、で入ってすぐにまず先生一緒にお写真いかがですかでしたっけ、一緒に生徒と写真撮れるやつの整理券をもらって、でその足で物販行ってトリニティの T シャツを買ってでぐらいでトークステージが始まって、トークステージ見て、で後方の方のモニターでララランのね PV、MV とかが流れてたのでそれも見たりして写真撮ってビンゴ行って帰りましたいやーすごかった。そう結構がっつり回りました。なんかそうそうそう、全然単身乗り込みで、もうなんか友人とかともでもなく一人で行ったのでね、なんかちょっと初めて、そういうイベントへの参加自体初めてだったし、幕張メッセにお客さんとして入ったのが初めてだったんですよ。なのでなんかこうどういう感じなんだろうってすごい緊張しながら行ったんですけど、めちゃめちゃ楽しかった。いやでもそっか、思い出か、それこそ写真を撮って、プリクラみたいなので写真を撮って、でこうビンゴに違う、一回トークステージを見たんですよ。でトークステージを見て、で整理券の時間になったので抜けて、でいろいろやってビンゴに並んでたんですよ。でビンゴの列からちょうどステージのモニターが見えるぐらいだったんですけど、ちょうどその時にひなちゃんのドレス実装が発表されて、なんかもううわーみたいななってて、でもうビンゴに並んでる人とかも私とかステージが見えてたんで、なんかわっわーって勝手になってて、でなんかこう周りにいるお客さんとかも YouTube の配信とかでなんかその発表とかを見てて、こう列全体がえっわー
うわやばーみたいな感じでね、なんか湧いたのがすごい楽しかった。なんかあの一体感めちゃくちゃいいですね。すごい楽しかった。あ、そうそうそう、レイヤーさん、そうそうそう、めちゃくちゃねビビってたやつ、めちゃくちゃ社長のね、あのアルちゃんのレイヤーさんがめちゃくちゃビビってたやつ、あれも可愛かった。てかレイヤーさんがめっちゃ可愛かった。いやーすごい、なんかそこら辺歩いてるからすごいドキドキしちゃう、っていう感じがあって、なんて言うんだろう、やっぱああいうお祭りってなんかね、なんかライブとか展示とかもそうだけど、ここにいるみんながそのコンテンツを愛してるんだっていうのがなんかこう伝わる瞬間というか、なんか言葉を交わしてないけどこう一体になってる感じがすごいね、なんかめちゃくちゃ幸せな感じでした。あこちゃんのメモロビのお話、うわーね、いや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 、無料パートで逃げ道がね、えつくりさんめっちゃ可愛かったよね、めちゃめちゃ可愛かった。私もずっとツイッター遡っちゃった、X 遡っちゃいました。あこちゃん、いや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 あこちゃんね、いやまあぜひね、あの気になる方はあのあこちゃんのメモロビーね、ぜひ開放して見てみてください。あのお散歩ごっこです、お散歩ごっこ。あこちゃんにあのね首輪つけてお散歩すること。私何も違うのこと言ってるからぜひぜひ見てみてください。ありがとうございます。でそれに関連するお便りが来てたので読ませていただきます。あ、そうそうそう、お散歩ごっこですからね、危ない、失言じゃないですよ、違う違う違う、私あのもう間違ったこと言ってないんだって。はい、いきます、こちらもねブルアカフェスのことかなという感じなんですけど、こちらすすむさんからです、ありがとうございます。すずまたさんこんばんは、こんばんは、緊急でメールを作成しています。送信4時間前だからね、4時間前のメールだから新鮮すぎ。先日のツイッターでバニーガールさんを生で見たお話がとても面白く、人生のビンゴカードに穴を開けられたという表現がとても素敵でした。そこで質問ですが鈴本さんが考えるバニーガールさんの魅力って何だと思いますか？僕は頭から足元まで可愛いのに色っぽいだと思いました。そしてお足はクロスト&編みタイツ派です。なるほど、ありがとうございます。まあね、編みタイツ、いや私ちょっと待って、これさなんか無料パートでどういや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 、うんうん、あのなるべく綺麗な言葉で、綺麗な言葉で話そう。うわー D さんがタイムシフトを消さないとすごい視線でこっちを見て、ちょっと待って、あ、これ後半行きのメールですか？まあ、後半で好きなだけ話していいなら後半で話します。あ、一旦綺麗な、はい、ということで、じゃあすすむさんのお便りここまでです、ありがとうございました。ねえ、なんか後半の方でね、はい、あの透き通った回答をさせていただきますのでね、すごい青春ですね、いいですね、こういう感じで、はい、ここまでで一旦ね、あのお便り読ませて、あの読んだことになりましたのでありがとうございました。はいはいはい、ね、ちょっと後半に行ったら読むかもしれないし読まないかもしれないです、お願いします。私はめちゃくちゃ話したいけどね。はい、ということで一旦綺麗な話をしろと言われたので一旦綺麗な話をします。はい、今回も前回に引き続き鈴本に関する短歌を募集しました。ありがとうございます。はい、いやもう素晴らしい変化をね、そうなんかそのレギュラーコーナーにするしないみたいな話をさっきして、なんか私がなんか切り抜き見ましたか皆さん、なんか私そこまで考えてないよみたいなところ私そこまで考えてないんだけどなみたいなところを付け足されて、なんかあのクオリティの単価を毎回出せるのかみたいな話になっていやでもね、せっかくなんでね、私は続けたいと思いますので、私のセンスが終わるまでは多分このコーナーが続くと思います。はい、ということで、じゃあ今回もあの子を持ってきますね。あ、いなくなっちゃった、よいしょ、よいしょ、
今回も、あ、ちょっと待って、グッズが邪魔って言ったらあれですけど、グッズがこんなところに、よいしょよいしょ、よし、じゃあ今回もプレバト君と一緒に考えていこうと思います。前回さ、私さ、ボードずっと逆さで使ってたんだよね。こっちが下なんですね。よいしょ、はーい、うん、オッケーオッケーオッケーぶっとくん濁されている。はい、ということで、じゃあね、とてもとても美しく優雅なコーナーに行きましょう、一旦ね。はい、こちらは庭師ネームみずひさんからの短歌です。新しい声と芝居に驚いてクレジットを見て君に気づく。わー、コメント、あきちゃんが新しい作品やキャラクターを演じるのを見るたびに、あきちゃんってこんな役やお芝居もできるんだと驚くことが多いので、その思いを短歌にしてみましたとのことです。ありがとうございます。嬉しい、その言葉が一番嬉しいです。いやー、なんかそうね、私結構言われることが多いんですよね。なんか、あ、これ鈴本さんなんだみたいな、なんか未だにね、あ、これとこれ鈴本さんなのみたいなね、ツイートとかも結構見るし、いやー、ありがたいです。もっともっとね、皆さんをびっくりさせられるようにね、演技の幅も広げたいなとは思うんですけど、こちらにね、じゃあ変化を返していきたいと思います。でもそうなんです、なんか前回私このコーナーに多分番組の大半を割いたんですよリアルタイムで考えて、なんか D さんになんか考え、リアルタイムで考えるんだとなんかちょっと時間取りすぎるからって言われて、ちょっとあらかじめ考えては来ているんですけども、ここでいいかな、書き出し、まず上の句は隠し持つ、カードはすべて切り札で、で下の句がこちら、引き出してゆくあなたの声を、これが私からの変化です。まず上の句が隠し持つ、カードはすべて切り札で、で、まあ、下の句、引き出してゆくあなたの声をとなっているんですけれども、クレジットを見て、そう、皆さんね、もうご察しかとは思うんですけども、クレジットって言葉に対して、ね、なんか一番に浮かんだのがやっぱクレジットカードね、そんな笑うとこじゃないですよ。クレジットカードだったので、まあカードっていうことはねねえ、なんで、私結構これさ真剣に考えたんですよ。めちゃくちゃいいこと、お金のことばっかり考えてって言われてる。違う、楽天カードウーマンって言われてる。別に特定の一社のクレジットカードの話はしてないですからね。いないいないいない隠し持つ、カードは全て切り札で、まあ、カードってクレジットに対する答えになってカードで答えになってます。で、まあカードだったら、まあ切り札、まあ結構私、なんて言うんだろう、いろんなそのね、役幅挑戦させてはいただいてもらってるんですけども、全部ちゃんとこれが切り札だっていう気持ちで演じてるので、そこを入れつつ、まあ、クレジットカードにかけて引き出していくっていう引き出していくをねえ、真剣に考えたのに、このコーナー今月で終わっちゃうかもしれない。お前クレジットカードのこと考えたから終わりだって言われてキャッシングじゃない、キャッシングじゃないんですよねえ、ひどいね。リボ払いの話一回もしてない。なんでリボ払いの話し
してんの違う、私今クレジットカードの話してるから。はい、引き出して行くでクレジットカードにかかってますで、あなたの声を、これは、さっき水木さんが言ってくれたみたいに、あ、これはもうこれもあきちゃんの声なんだっていう、そういう意味での感想としての声もだし、私がその自分の、あの持ってる役幅から引き出していく、そのキャラクターの声をっていうところにかけてそっちだけでよかったっていうことで限度額上げてけじゃないんだよ、限度額上げすぎちゃダメだよみんな、限度額はね、限度額は上げないの、クレカは基本的に。もしどうしても必要なら一時的に上げなさい、一時的に上げる、次回請求額のお知らせじゃないのよ、違うんで、そういう話をしてるんじゃないの。みんなでもそろそろね、みんな口座にお金入れ忘れちゃダメだよ、みんな専用の口座がある人はちゃんとそろそろ引き落としのね日付だからちゃんと入れるんだよ。この番組のためにリボ払いしろどういう人なのやめてやめて、お、今日入れてきました、偉いね偉いね、はい、ということで、あー水井さん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 私頑張ったよ水井さんね、頑張ったよね、頑張ったのに水井さんの素敵な歌、私のせいでクレジットカードの歌になっちゃった、ごめん水井さん、ごめんねごめんね、あーなんでよ、クレカの話しかしてないあーひどい、みんなひどいよあーメインカードは何ですか、どういう質問だ知ったところ髪めちゃくちゃなっちゃった、なんでメインカード知りたかった人いたの今私のメインカード知って何になるんですか、そうだよ個人情報、ビザかマスターかそこじゃないすごいクレジットカードのこと知りたい人がいっぱいいるんだねはい、ということで、いや私からの変化はこちらです、なんかこのカー、ね、なんかこのねコーナーなんか今回で終わりそうな香りがちょっとしてきたんですけど、私のせいでね、私結構うまく返したと思ったんだけどな、いやなんか前回に引き続きコメント欄が やっぱ血頭いいんだなとか、なんかやっぱ鈴本さん天才だわって、あーなんか俺も鈴本さんみたいな感性になりたいで埋まると思ってたんです、それぐらい自信を持って提示した歌でした、即興の方が良かったのかもしれないチクチク言葉だろそれあー、お、トゲガールのおかげで審査通りました、どういうハッシュタグやはり即興でいい違うよ変わらない、あ、すごい嬉しい嬉しい、鈴本さんみたいな感性になりたいわって書いてくれてる人もいます、はい、ということでね、今回水木さんにこちらの歌をお送りさせていただきます。水木さん違うんだよまあね、なんかこれもこれね、またいい思い出になれば嬉しいですあ、でもちゃんとうまいんだよなって言ってくれてる、ありがとうございました、はい、ということでじゃあ短歌に行ったもののもうちょい普通歌読みますか、お一通ぐらい、じゃあちょっとさっきのあのうさぎさんのお便りは後半に行くので、これにしようかな、庭師ネームマッキーさんからです、ありがとうございます、あきちゃんこんばんは、こんばんは、この放送の2日前の23日に24歳の誕生日を迎えました、おめでとうございます、辛い時に切り抜きを見たり過去のアーカイブを流して日々癒してもらってます、本当にいつもありがとうございます、昔高校時代部活をしていた時に誕生日付近になると部員の間でドッキリを仕掛けることが流行っていて、僕は朝教室に来たら机の上にお菓子のお城ができていたり、練習の後に体育館から出ようとしたら顔面クリームを食らったりしたことが今でも記憶に新しいです、あきちゃんはもし相方でもあるエリチに何か素敵なドッキリを仕掛けるとしたら何をしますか、よかったら教えてくださいとのことです、
ありがとうございます。まずお誕生日おめでとうございます。いやーいいな、24歳、いいじゃないですかね。なんか切り抜きとかも見てくれてありがとうございます。そしてね、次 D さん、なぜこのお便りを選んだんですか。あれ黙っちゃった、さっきまであんなワンヤワンヤ言ってたのに。私にはね感じてしまうんです、青春のコンプレックスを。知らない、知らないよって言われた。え、ちょっとだってすごくない。え、朝教室に来たら机の上にお菓子のお城ができてたし、練習の後に体育館から出ようとしたら顔面クリーンを食らった。アニメじゃんって思って。だってすごくないですか。なんか私誕生日の思い出って言ったら、その委員長が帰りの会の時になんかこう、じゃあ先生からわーって明日これ提出だからねとか、こういうの期限迫ってるからちゃんと出すように、じゃあなんか連絡ある人をみたいになった時に、委員長がはいってガタッと、今日は鈴本さんのお誕生日です、なのでみんなで歌いましょうって言われて、でなんか誰も歌ってくれなくて、手拍子だけ手拍子だけが教室にね、あもうなんかうわーって思って、なんか違う、あの私だけなんか違う、ちょっと待って、ちょっと一旦整理で、あのこれは私一人に対してじゃなくって、あの絶対もう委員長が全員の誕生日をちゃんと把握してて、でその全員に対してその当日になるとやって、なんか雪強くなってきたの風情よ、指名違う、あの悲しい思い出じゃなくって、あのそう、あの委員長が全員把握してて全員に回ってきてたのよ。なんかバスケ部のなんか男の子とかだと、バスケ部の男の子とかが歌うからね、なんか盛り上がりって感じなんだけど、あの私の時はあの、ね、その委員長しか歌ってなかったみたいな感じのね。あの別に本当に違うね、なんか違うね、ねやめて、あの違うんです、あの本当に私学校に仲いい子いっぱいいたし、あのお昼ご飯とかいつも同じこと食べてて。でもそう、委員長のソロコンサートだった。そうでも委員長の席がちょっと遠くてね、ギリ聞こえなかったですっていう話だったんです。だからすごいなって、なんかアメリカのドラマみたいなお便りが来たって思ってね、いやーすごい、違う、委員長のソロライブ行きてー、ねさっきからさ、よくわからんファン層がおるんだけど。そうっていうのでね、なんかすごい私もこういう青春過ごしたかったなっていうのを、ね、感じました。いやーありがとうございました。改めてマッキーさん24歳のお誕生日おめでとうございます。そう仲いい子みんな恥ずかしがり屋さんだったんです、あとクラスが違った。はい、ということでありがとうございます。はい、強制終了な。はい、じゃあ台本よいしょ。あきちゃんの誕生日は俺が祝う。ありがとうねみんな。いやはい、ということでじゃあそろそろ前半から後半放送へ切り替えます。先ほど読み切れなかったお便り、読み切れなかったお便りを読ませていただきますので、ぜひぜひね後半も見てくださいということで、再開までちょっと待っててね。